で今日はね1時間ほどちょっとこの遊び大全でね、戦ってバチバチに、ボコボコバチバチに戦って、ボコボコバチバチに、まあ、負けた方が勝った方の言うことを聞きます。なるほどね。考えてきたか。考えてきたよ。お、渡辺も考えてきたよ。ちなみにこれはもう先に言っちゃいますか。あとにしようぜ、あとにしよう。わかった、わかった、うん、勝敗が決まったら言うわ。なるほどね。大丈夫かな。本気出しちゃおう。うん、うん、頭使わずやめて。うん。え、オセロとかする？頭使う。頭使うよ。やめて。私もね、頭使うやつダメだからね。ダメなんかい。じゃパッションで戦おう。パッションね。そうだね。何やる、何やる。え、得意なやつある？ボーリングする？あ、ボーリング以外だったら大体できるかな。まあ、ボーリング以外だったらダメなの？まあ、大抵のものを勝てると言っても過言ではない。あ、でもチェスは分からん。あ、チェス分かんないな。将棋も分からん。花札分かんない。花札分かんない。メジャーなやつ、うん、オセロする？いいよ、いいよ。白黒つけるよ。いや、いいね、ないか。うまいこと言うやないか。うまいこと言うな。言った。うわー、でもいい戦いだった。ちょっとワタメが強すぎるわ、これは。いや、強すぎたね。おやららら。まあ、ワタメの勝ちということで。これはかなりの運、逆にボーナスがなければかなりの運逆になったんじゃ。どこどこになったのに。ないんでしょう。なんか勝った方は3点だったかな。2倍じゃないから。2対8かな、これ。2対8かな。まあ、これワタメの圧勝ということで、ということでね、うん、本日の配信は。いや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 、ワタメとしぐれ浮いでほしい。いやいや、終わらせようとすんじゃないの。にょにょにょ。負けた方が勝った方のね言うことを聞くという約束がねあったかと。お願い、まだ聞いてないから、ワンちゃん一緒にご飯行くとかかもしれない、うん、そうだよ。何、うん、言ってね。お願いは、もう全身全霊のウィービームを打ってほしいな。もう全身全霊でウィービームみたいなやつだよ。おっきい声で言うの、うん、喉壊さないぐらいに。平和になったよ。ありがとう、ういちゃん。まあ、お願いは一個とは言ってないから。強欲すぎる。強欲すぎるよ、わため。一個とは言ってないから。びっくりしたわ。なになに、次の対戦までウィビームを打ってもいいかな。それは、あの、わためがですか。はい。別に私は打たないんで、別にですけど。監視しに行きますからね。ま、でもこれはね、あの、うん、次までって言ったのは、また次も遊びたいなっていう、あの、あ、お誘い。あ、かわいい。あ、ダメ。あ、ダメ。次はね、裁判所で会おう。え、うん、あ、ウィビームの回数数えとくからな。お前、覚えてるよ。お前、次のコラボは私の枠だ。あ、俺もそう言うとる。はい、覚えてるよ。ということで、裁判エンドです。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。え、こんなおつやみたいな笑い方、やんないよ。いや、これは普通にお願いなんだけど、女性が落ち着いたらご飯に一緒に行きたい。行こう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 行こ
着いたらすぐ誘うわ。うん、こっちも誘うわ。やったー。イエーイ。それはそれ、これはこれ。あれ裁判は変わらない。それはそれ、これはこれ。あ、もちろん。次は法廷で会いましょう。ということで、次回は法廷で会いましょう、皆さん。皆さん、ついに裁かれます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。おつういわたです。おつういわたです。失礼いたします。失礼いたします。ありがとうございました。さよなら。勝ち、ありがとうございました。楽しかったね。でも次回は裁判所だってよ。みんな、最後も会いに来てね。ありがとうございました。怖いねー。